らりと光る光の目、安らぎ捨てて、すべてを捨てて、悪を追って空かける。 Change the paradigm。家なき子たちに愛の学園を。行くぞ。わかり。頑張って頑張って頑張った頑張った頑張った頑張って。お兄ちゃん後がないわよ。やさくん頑張れ。残った残った。やさくん頑張れ。山城家の兄弟は新子が園長の美里の後輩であったことから、大空学園の子供たちとは友達であった。行くぞ。あっちよ。まだまだ、ほら、どうした？頑張ってよ。やあみんな、元気だったかい？五郎さん。どうしたんだよみんな、こんな顔して。こっちへ来いよ。ほら、お土産を買ってきてやったんだぞ。はあ。うわあ。OK。OK。ほら、やそりはこれだ。今だぞ。ほら、のびちゃんのお土産だぞ。ありがとう。ほら、新一。ありがとう。はい、これ。はい、これ。どうもありがとう。はい、これ。はい、おしまいだぞ。ありがとう。すげえな、決まるぜ。ありがとう、トロお兄ちゃん。ありがとう。ありがとう。なんでもないさ。美里ちゃん、いや、美里先生には。わあ、素敵ね。五郎さん、いいんだよ、金ならいくらでもあるんだ。今度はピアノを給するよ。そしてその次にはこの学園を建て替えるんだ。おいみんな、この学園をマンションみたいにぶっ立ってやるぞ。え、ほんと？先生、よかったね。やったー。五郎さん、一体どうしたの？まあ、青年実業家にでもなったということにしておくかな。この車、ああ、そうだよ。ほらほら、あんまり生きんなよ。誰？ここの卒業生だけど、信じられないわ。え？一月前に会った時は、働いてたお店が潰れて一文無しだったのよ。小遣いだぞ。ありがとう。ほら、ありがとう。ほらほら。ほら。困るわ、あんなことされちゃ。五郎さん、やめて。またね。じゃあな。ちょっとちょっと。ダメ。買ってもらったのよ、写真学校時代の同級生に。へえ、じゃあ遺産でも入ったのかしらね。まさか。そんないいうちのボンボンじゃないのよ。つい一月前までは質屋通いしてたのよ。一月前に会った時は働いてたお店が潰れて一文無しだったのよ。変な話だな。うん、変ね。変だよ。何言ってるのよ。よその人はね、裸一貫から頑張ってるのよ。少しは拓也さんも見習ったら。え、何言ってた。何もね、指輪を買えとは言わないわ。でも女ってたまには何か買ってほしいものなのね。え、僕にだってたまには小遣いをくれよ。ああ、分かった分かった、そのうちだ。世の中にそんなうまい話があるはずがない。拓也は調べてみようと思った。
バジルの館、近頃あちこちにチェーン店を増やしている店だ。いらっしゃいませ。ついてるな。ああ、立ちっぱなしの負け知らずだ。やめらんねえよ。よし、俺も頑張らっちゃな。はい、どんどんかけてくださいよ、お客さん。どんどんかけよ。はい、A の2はないです。さあ、男なら勝負しなさい。勝つ気でやれば勝てます。あなたたちは大金持ちになれます。ただいまより雲のバトルロイヤルを始めます。果たして生き残る雲は何番の雲か。はい、こちらへ。はい、行ってみよう。ほら、頑張れ。よし、ほら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 。3回三枠ウサギ1着5回、4枠ウサギ1着2回。さあ皆さんどうぞ張ってください。はい、次どうぞ。はい、どんどんかけてくださいよ。はい、 C の2番。はい、 C の3。はい、 G の3。はい、 C の5番。はい、 C の5番。はい、はい、当たれ。やりやがった。これはカジノだ。それにしても、なんて奇妙なカジノなんだ。鉄十字だ。するとあれはマシンベム。投資も効かない。こんなところに地下道が。マシンベン魔女猿はついに大都会の夜の支配者となりました。魔女の館チェーン店は目標500件を達成し、若者たちを狂わせました。彼らは貧しい若者たちでした。持ちつけない大金を手にして宇宙店になっています。はじめは勝たしてやるのが我々のやり方とも知らず、非力なものです。しかし勝たせてやるのもここまでです。鉄十字団の恐ろしさを思い知らしてやれ。その夜の不思議な霧は日の出になってようやく晴れた。ここはどこだ。魔女の館はどこだ。負けたな。スパイダーマン、君のやっていることは知っているぞ。もうやめることだな。ちょっとつかなかっただけだ。違う、あそこは鉄十字団のアジトだ。負けることになっているんだ。目を覚ませ。鉄十字団がなんだ。俺は連戦連勝だったんだ。一勝負で何百万も稼いだんだぞ。今は無一文じゃないか。勝つ。今度は勝ってみせる。昨夜負けた分も取り戻してやる。スパイダーマン、
金を貸してくれ。なんだと？倍にして返す。いや、5倍にだって。10倍足やって返す。スパイダーマン、金はないのか？貯金はないのか？頼む、チャンスをくれ。もう一度チャンスをくれ。この通り一生の願いだ。もういい、頼まないよ。こうなったら鉄十字団の悪魔のアジトを潰すしかない。鉄十字団の作り上げた秘密組織は一晩のうちに大都会の闇の奥深くに潜ってしまった。なんといっても無敵な足練習だからな。それじゃ俺もかけるよ。青ひよこ、お前は今まで15連敗のダメひよこだけど、今度は勝たしてあげるよ。私のエネルギーを分けて。はいよ、はい、さあどうぞ張ってくださいよ。はい、はい、さあほら行け。走れ走れ走れ。おい、どうした？ほら頑張れ。しっかりしろ。赤、お願いだ、走ってくれ。お前ら全裸立ってるんだよ。バンクラスだ。どうしよう、どうしよう。さあさあさあ、行った行った。この前で離れ。ほら行った。あなたたち何をしてるんですか？ここは私たちの学園ですよ。警察を呼びますよ。呼んでも無駄さ。もうこの土地も建物もあんたたちのものじゃないんだからな。そんなバカな。中村五郎とかいう男がこの学園をかけて負けたのさ。五郎さんが？ない、権利書がないわ。助けてあげてよ。おい、君たち何をするんだ。なんだてめえ。鉄十字だ。困ります。権利書が私たちの手にある以上、ここはもう私たちのものだ。多くの必要がないはずだ。お願いです、この子たちのことも考えてください。ここを追い出されたら他に行くところはないんですよ。うるせえ。ミサトさん、お兄ちゃんやっつけてよ。おお、やる気か。鉄十字団の悪役指導を目の前にしながら、拓也はみんなの前ではスパイダーマンであることを隠さねばならない。このふぬけ目がかかるかよ。お兄ちゃん、もうなんでだらしないの。一番悔しい思いをしているのは拓也自身であった。みんな、このお兄ちゃんがいけないんだ。バカ。すまん、みんなすまん。ん？五郎くん。五郎お兄ちゃん。五郎お兄ちゃん。
カジノがない。どこ行っちまったんだよ。畜生、どこ行っちゃったんだよ。そうだ、エイジ。ああ、お前か。また元の部屋前戻っちゃったよ。負けたのか。スカンピンさ、今夜食うもんもないよ。カジノはどこに行ってたんだ、教えてくれ。もんなしになったやつは入れてくんないぜ。入れてくれなくたって入る。金を取り戻すんだ。お前が最後に行った場所教えてくれ。あの、ここは魔女の館じゃ。いえ、うちは違いますよ。間違いじゃないですか。スパイダーマン、みんなに謝ってくれ。口を聞くな。でもこれだけは信じてくれ。俺はみんなが本当の弟や妹のように可愛くて、いつか何か兄らしいことをしてやりたかったんだ。いつもダメな兄を装わなければならない拓也には、この五郎の気持ちがよくわかった。君は十分償おうとした。あとは任せろ。すぐに救急車が来る。そうか、鉄十字団が誰にも気づかれず次々と店を移っているのは地下道を利用しているからなんだ。スパイダー感覚に感知あり、ついに突き止めたぞ。亡き子供たちのために涙を流す男、スパイダーマン。街角にキラリと光る怒りの目、悲しみこらえと桃も捨てて悪を探り空かける。スパイダーストリングス、チェンジやパーダウン。君はなぜ、君はなぜ戦い続けるのか、命をかけて一筋に、一筋に無敵の男、スパイダーマン。
鉄十字なるなら死ぬ魔女だね。スパイダーマシン GP7。 うわスパイダーマンの活躍によって小さな学園は守られた。子供たちも五郎も決してお金では買えない愛を見つけた。スパイダーマンはこの小さな愛を守って戦うことを胸に誓った。闇深く響く地獄の足音、模様の下眠る父よ、胸に秘めた非情の定め、さらば友よ誓いの友よ、俺はただ一人、俺はただ一人、坊やを走る。ゴキブリとあだなされ嫌われ者の少年がいた。その少年の父親が鉄十字団の毒ガス工場で奴隷となっている。父親を救出するため潜入したスパイダーマン。次回ゴキブリ少年大戦争、どうぞお楽しみに。